こちら、サメさん、英単語の授業がやってまいりました。本日593回目の今日の表現は、isolate。サメさん、意味はどうでしょう？孤立させる。ということでよろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこの isolate が孤立させるという意味につながるのか。そのヒントは、語源ですよね。さあ、皆さん、アイソレイトをよくご覧になっていただきますと、あの語源知ってる方いらっしゃるかと思います。これですよね。SOL と言われたら、一つとか一人ということでよろしかったですね。田辺さん、それのイメージが全くわからないという方、この単語はどうでしょう？ Solitude。 皆さん、ソリチュードと言われたら一人でいることですよね。ですから皆さん、このソリチュード、これを皆さんイメージしていただきますと、 isolate、一人にさせるわけですから、孤立させる。これ皆さんつなげるのは難しないかと思います。そして、皆さん、この表現も皆さん SOL 入っておりますので、ちょっとご紹介したいものがございます。というのも、これでございます。Soul。もちろん意味は、太陽。ということで、よろしかったですね。ですから皆さん、Soul。もちろん太陽でいいんですが、太陽は皆さん絶対に一つですね。ですから皆さん、この SOL が一つ、もしくは一人ですね。これ皆さん押さえていただけると一石三鳥。こういう感じでつなげることができますので、おすすめでございます。ですので、isolate、孤立させる。これを中心に3つ押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。